前回のライフイズストレンジではパパが隠し事をしてるのは分かってた。何なのかは分からなかったけど、非難されるべき点はまだあります。どういうこと？今回が決定打だった。自らの行為が招いた結果だ。話し合った結果、ここにいる全員のために俺が一緒に住むことにしたんだ。ママが私よりデイビッドを選ぶなんて。おい、学校にも家にも居場所なんてない。残すところはこのゴミ山だけか。ドリューはデイモンの役を売ってる。あいつの部屋から金を取ってこい。何があってもドアを開けるな。俺の金はどこだ？ジュリエットは来られない。あの悪魔の豪華により道が塞がれ、エアリエルは囚われてしまったのだ。やんねえからな。ここに誓う。共にこの島を出よう。世界を巡るのは旅の序章。私の思いに応えてくれるか。はい、町を出よう。本当にもし本気じゃないんなら、叶わない未来の話をしたって虚しくなるだけだ。どうしたら信じてくれる？いいから本当のことを言ってよ。レイチェル、お前が見た女性は愛人ではない。あれはお前の母親だ。話そう。ただ友達には席を外してもらった方が。いてほしいの。わかった。誤解しないでほしい。ローズはお前の母親だ。お前が展望台で見た女性、彼女の名はセラ。お前の生みの親だ。これから話すことはお前には決して知らせまいとしてきたことだ。お前にはきっと辛い真実だ。それでも聞きたいか？クロエ、はい、どうもグリズンです。それでは今回からエピソード3をやっていきたいと思います。きっと大丈夫。私がついてる。私がついてる。聞こう。うん、来て。すごい。何がすごい？セラと出会ったのは高校時代だ。彼女は学校中みんなの憧れでね。教師もクラスメートもみんなセラに夢中だった。当然男子生徒もだ。付き合うことになった時は夢かと思ったよ。だからかな、舞い上がって真実が見えていなかった。これもう一回見るとどうなるの？同じことを喋り出す。綺麗な人だったんだ。レイチェルみたい。うん、
レイチェルみたいな環境だよね。同じ？もう一回やって。いや同じだね。綺麗な人だったんだ、レイチェルみたい。セラは生き生きとしていて、とても情熱的な女性だった。だがすぐに気づいたよ、私の手には余る相手だとね。他のみんなが将来のこと、進学や就職、家庭を築くことを考える中、セラは違った。彼女はただ逃げ場を探していた。私は現実から目をそらしていた。気づくのが遅すぎた。なんだろうね、彼女の身に何が。やがてセラは身ごもり、これで全てがうまくいくと思った。実際うまくいっていたんだ。お前が生まれた時、パパは人生で最高に幸せだった。親になった喜びに溺れそうだった。だが甘かったよ。これ本当に私のことなの？大丈夫、私がついてるから。セラはお前を愛していた。それでも彼女はどこかで逃げ場をずっと求めていた。私はセラの力になろうと努力した。根はいい人間なんだと信じようとした。そう、母親が我が子を危険にさらすことなど絶対にあるはずがないと。だが間違っていた。そしてようやく気づいたんだ。いや、気づかないふりをすることをやめた。セラは周りを傷つける。誰も何も彼女を満たすことはできない。たとえ自分の娘でさえも。もうどうすればいいのかわからなかった。だから決断したんだ。二度とセラがお前を傷つけないように。ああ、もう見ることできないんだ。レイチェル、お前が展望台で見た通り、確かにパパはセラとキスをした。だが一つだけ誤解している。あれは別れを告げていたんだ。彼女はようやく更生できたと言った。それはパパにとっても喜ばしいことだよ。本当にね。だからといって突然母親に戻りたいと言われてもとても承諾できない。彼女のせいでたくさんの人が傷つき苦しんだんだ。だからパパはこう伝えた。今さら虫が良すぎると。世界一幸せな母親になれたのに、セラは自ら台無しにした。面と向かって告げるのは胸が痛んだよ。だがお前を守るためならパパは喜んで悪者になる。何度でもな。
じゃあセラとは昨日まで15年間連絡取ってなかったの？いや、毎月金を送っている。お前に会わない約束でな。でも会いたくなったってこと？ああ、だが許可はできない。確かに決めるのはレイチェルでもあるけどね。お父さんの気持ちもわからなくはない。それに新しいお母さんのことも考えるとね。それを決めんのはレイチェルじゃないのか？セラと別れ、お前を引き取ったのはお前の命が危なかったからだ。お前を守るためなら私は何でもする。昔の話でしょ。人は変われるよ。かもしれない。だがセラは15年間お前より金を選んできたんだ。レイチェル、ちょっと横になる。レイチェルを一人にさせるわけにはいかない。そうだね。グループ SMS ってなんだ。なんだこれは。打ち上げ、レイチェルにもう8回ぐらいメールしてるよ。ごめん、行けそうにない。クロエもおいでよ。クロエ、今日は最高だった。クロエすごく良かったよ。ブルック、ブルックってあれですよね、前作でドローン操縦させてくれた子だよね確か。その時はメガネかけてたけど、違ったらごめんなさい。ありがとう、いけないけど、私たちのあなたがいなかったら上演、盛り上がってますね。お父さん今どんな気持ちなんだろう。いろいろと大変っすね、おじさん。これでよかったんだ。私が最も恐れているのはレイチェルがセラに会おうとすることだ。だから隠してたの？君はセラを知らないからわからないだろうがね。依存症のせいで彼女はいろいろとひどいことをしてきたんだ。レイチェルまで被害に遭うことはない。レイチェルが決めるべき。セラ、セラが何をするっていうんだろう。別に会うぐらい。セラがレイチェルに何するっていうんすか。恋に危害を加えることはないだろう。でも依存症の人間は周りを傷つけてしまうことがあるんだ。でもレイチェルはもう子供じゃない。セラは家に犯罪者や売人を連れ込んでいたんだ。悪臭を断ち切れず、結果レイチェルを危険にさらした。セラはこの町の売人ともつながってると思う？だとしても驚きはしない。そういう人間だからな、クロエ。
今レイチェルが信じるのは君の言葉だけだ。あんたの言うことを聞くように洗脳しろってこと？君には自分が正しいと思うことをしてもらいたい。でもどうかあの子の安全を第一に考えてくれ。それなら心配いらない。君ならわかるはずだ。大切な人を失う痛み、あの子を守ってやってくれ。頼む。分かった。レイチェルは親友だから。ああ、頼むよ。うん、お父さんあれですね、クロエのお父さんが亡くなったことも知ってるんですね。まあ同じ町に住んでるから知ってるか。おばさんも相当辛そうだ。いや辛いっしょ。大丈夫ですか？不安だよね。もう敬語はいいわよ、こんな状況だし。じゃあそうする。手伝えることはある？今日はごめんなさい。なんか手伝えることある？ありがとう、助かるわ。じゃあほうきを取ってくれる？冷蔵庫の左の廊下にあるはずよ。シャツ、このシャツなかなかいいな。レイチェル捨てるつもりなのか？レイチェルはおしゃれだな。取っちゃう？おばさん、これもらっていい？いいわよ、あの子ももう着ないみたいだから。どうも。もらっちゃった。なんかこのアイテムを拾った時の音ちょっとびっくりするんだよね、いつも。